ソルジャーズソウル、君は伝説の中にいる。さあ、どの戦いかあなたは負けることはない。私は信じています。荒屋敷、舞い散る花びらに血文字で書いた。ハーデスの倉庫になりそう。蘇りしは、ファイト。さあ、かかってこい。来ないなら、ファイトに。これはお前たちの息の根を止めるまでだ。やるしかないな。俺が相手になろう。ライトニングフラッシュだ。釈迦の敵。俺を舞い戻る。まさにイカれる獅子といったところだ。このままでは終わるわけにはゆかぬ。貴様、我が聖剣の前に消え。俺には効かんぞ。ファイトリングフラッシュ。さすがアイオリア、恐るべきパワーだ。ファイトリングフラッシュ。貴様には失望したぞ。俺の罪を悔いることもなく、やった抗うと。ファイトニングボルト。となどあるものか。ファイトニングボルト。お前の力はどんなものか。貴重者にはもはや戦う気も失せたのか。まだここで終わるわけにはいかぬ。ここで倒れるわけにはいかんのだ。中の死を無駄にはできん。バカな。我が聖剣の前に死ぬ。このこのアイオリアの怒りを上回るとでも言うのか。ハイトニングボルト。ウィナースペクターなど、この俺が粉砕してくれる。これでは兄さんに顔向けでき。今こそ言うことは何もない。はいと。次はこのカミユが相手だ。誰が相手であろうと同じこと、この場で葬り去るのみだ。ハイトニングボルト。フリージングコート。
がかりで命を奪うとは。ファイトニングボルト。風上にも剣やつらめ。我ら今はただアテナの元へ突き進むのみ。受けよ獅子の牙を。ゴールドセイントではない。今お前に語れることは何もない。ファイトニングボルト。悪の城カミュー。ここがお前のファイトニングボルト認めの死に場所だ。アイオリアイ、私はまだお前に撃たれるわけにはいかぬのだ。ファイトニングボルト。ファイトニングボルト。オーロラエクスキューション。死ぬぞ。これには効かんぞ。これほどコスモを高めると。ファイトニングボルト。アイオリア。前までのアテナを受けよ獅子の牙を。撃てる。うわ、ファイトニングボルト。オーロラエクスキューション。ウィナー、あの世で釈迦に詫びよ。アテナのゴールドセイントとして恥じぬ戦いをせねば。アイオリアよ、我々に残された時間はあと4時間余り。それまでにたとえ張ってでもアテナのもとへ行かねばならない。それを阻む者はたと。おのれさ、邪魔を。ファイト。スカーレットリードル。変化器を出てきたのか。一緒に黙って見ていられるか。スカーレットリードル。ノルトリー。終わりだ。ここで死ね。下がよ。何かしたのか。スカーレットリードル。見ろ、私もできることなら釈迦の仇を討たせてやりたい。なんだと。だがまだそれをお前にやられるわけにはいかんのだ。この差を広げるのは俺が気づく。幸福か死か。15発の宇宙に猶予を与える慈悲深い技。何かしたのか。スカーレットリードル。死んだのみだ。邪魔をするな。見ろ、我々には時間がないのだ。何かしたのか。スカーレットリードル。そしてまともに食らうところだった。簡単にはやられてくれんか。ならばもう一度だ。消し止め。最後を見せてやる。スカーレットリードル。ウィナー、これが悪に染まった者の末路。まだだ、まだこんなものではない。言ったはずだ、我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。三味一体のあの構えは一度犯した禁断の技。今さら何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。サガよ、何か忘れてないか。こちらにもゴールドセイントが3人いるのだぞ。
あれはアテナエクスクラメーション。バカな。そう、バカな。これビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーション。2つのアテナエクスクラメーションの激突により処女宮での戦いは終わりを告げた。もはや戦う力を失ったサガたちだったが、アテナはゴールドセイントたちに彼らの命を奪うことを禁じ、自分のいるアテナ神殿まで連れてくるよう命じる。そして彼らの前でかつてサガが赤子のアテナの命を狙った黄金の探検で自らの喉を突き死を選ぶのだった。一方ムーのスターライトエクスティンクションにより12級から遠方へ飛ばされたセイヤだったが、ただならぬ気配を感じ12級へ舞い戻る。コスモが燃えている。その程度では。ファイト。お前のような奴は絶対に許さない。アーダストレボリューション。ペガサス。何のペガサス。香りせるぞ。この目に及んでも泣き言とは、アテナのセイントも地に落ちた。抑えるな小僧ども。お前たちに伝えねばならぬことがある。いい加減に頭を冷やせ。何の。うるさい。お前から聞くことなんて何もない。ペガサス。ここで死ぬな。この瞬はいい。この程度。高校の力を。小さいことよ。なんだと。裏切り者にそんなことを言われる筋合いはない。アテナの敵だ。極限まで高まれ。お前を倒す。まだまだ。不甲斐ない。そんな実力でよくセイントを名乗れたものだ。なんの。なんだと。ペガサス。よくも抜け抜けるそんなこと。アテナ。るな小僧ども。アテナを返せ。少しは受けてやろうとは思う。そろそろいいな。冥界へと旅立て。セイ、どうして立ち上がるのです。あなたは希望。この地上に生きる全ての人たちも諦めては。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。ファイト。そのようなざまでアテナを守るセイントなど恥ずかしくはないのか。俺好き。ペガサス。助けておけ。絶対に許さん。どうぞ。ペガサス。ザオリさんを。この後に及んでも泣き言とは、アテナのセイントも地に落ちた。お前たちの怒り、苦しみ、悲しみはこの程度か。なんと小さいこと。なんだと。裏切り者にそんなことを言われる筋合いはない。くっさ。ペガサス。アテナを。アテナを返せ。少しは受けてやろうと。何の。そろそろいいだろう。コスモよ、極限まで高まれ。ペガサス、新戦線。
ウィナー、俺は戦うぜ、全力で。これが俺の実力だ。アテナを撃ったサガ、シュラ、カミウ。メこれからはアテナのため、正義のため戦い抜くのみ。ちょろついておるわ、ゴールドセイントの大ネズミ。ファイト、グレイテスト、勝つことは可能性。ジェミニの神、貴様の神、見せてもらおうか。いいか、冥界三巨頭、これほどと天文星ワイバーンのラダマンス、相手にとって不足はないようだ。バカめ、どうしたかの、ゴールドセイントの真の力とやらを見せるのではなかったのか。この程度か。ここまでは様子見だ。今こそ見せてやろう、ゴールドセイントのコスモの輝きを。砕ける様を、体が軽い。冥界ではパーフェスの結界もないようだな。ならば本来の力を発揮できなかった。ミルクミロやアイオリアダックのようにはいかんぞ。貴様は結界の神で、俺がムーたちを倒せたというのか。そうでなければ彼らがあっさりお前ごときにやられるわけがあるまい。今こそ見せてやるぞ、真のゴールドセイントの力を。ミルカ、ボシボシの砕ける様を。ミルカ、ボシボシの砕ける様を。この黒き谷までは逃げ場がないぞ。奈落の底へ落ちるか、俺の剣を受けるか、二つに一つだ。砕ける様を。それは貴様も同じことだ。ラダマンか、ボシボシの砕ける様を。この程度か。さすがは108のスペースの最強の敵ではない。落ちろ、時の狭間に。ゴールデントライアングル。ジャイバーンのラダマンティオナ、実力の差に今頃気づいてもらったい。死ね、カノン。まだ生きているか、もしもしの砕ける。さすがだな、ラダマンティオナ。ほらウィナー、ネズミの方がマシか。ハハ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 。カノン、どうしたので立ち上がるので。諦めてはいけません、負けてはいけません。
あなたは神の裁きを受けるのはこの世の邪悪を片付けてからだ。ファイト。カノン、お前の力ではこの俺は倒せん。コーション私の真の実力を見せる。バカめ、本当の戦いはこれからだ。見るか、もしもしの砕ける様を。体が軽い。見るか、正解にはもしもしの砕ける様もないようだ。ならば本来の力を発揮できなかった。ヒロやダイオリアたちのようにはいかんぞ。貴様は結界のおかげで俺がムーたちを倒せたというのか。これほどとそうでなければ彼らがあっさり、お前ごときにやられるわけがあるまい。今こそ見せてやるぞ、真のゴールドセイントの力を。コーション、どうしたかの、ゴールドセイントの真の力とやらを見せるのではなかったのか。ここまでは様子見だ。今こそ見せてやる、ゴールドセイントのコスモの輝きを。この神の敵ではない。落ちろ、時の狭間に。ゴールデントライアングル。山だ。この黒き谷までは逃げ場がないぞ。奈落の底へ落ちるか、俺の剣を受けるか、二つに一つだ。それは貴様も同じことだぞ、アダマンティス。見るか、もしもしの砕ける様を。帝王、ウィナー。もう二度と迷わん、セイントとして戦い続けるのみ。ありがたい。僕のことシルバーセイン、ファイト。エストリップセレナーデの効力があるうちに何としてもハーデスを撃つ。スプリンガーフィニッシュ。ラダマンティス、力ずくでどかしてみろ。お前の細腕でそれができるのならな。やるな、バカめ。強い。貴様の退屈な演奏など聞いていられるか。俺の剣で悲鳴でも上げているのがお似合いだぞ。デストリップセレナル、貴様はシルバーセイントでありながら、その力はゴールドセイントさえもしのぐと言われていたらしいな。まさかこれで全力というわけでもあるまい。トリンガーフィーネ。愛するユリティス、やはり君の声は帰れそうにない。でもバカめ、この命を拒否トリンガーフィーネ。あればならないことがある。ハーデス様から受けた恩を忘れ、アマツさえ拳を向けるとは。トリンガーフィーネ、逃げられた男よ。確かにハーデスには情けをかけてきた。だがその恩、アテナの命では天理の平和がある。地上の平和のため、これで終わりにし、僕はハーデスを撃つ。ストリンガーのスター、ハーデスを撃つ。ストリンガーフィーネウィナー。僕の旋律をものともしないとは。どうやら今日は調子がいいようだ。この地上、ハーデスなんかに…赤がブロン…ファイト。どけ、OK！
け小僧、今は貴様にかまっている暇はない。そうはいくか。ここは絶対に通さないぜ。このチャンスを逃すわけにはいかない。ちょろちょろと目障りをやって、フロントの人材で身の程を知るかどうか。ペガサス、愚か者めが、この手でっこでこれだけの騒ぎを起こして一瞬で得れると思っているのか。俺はセイントだ。アテナのためなら俺のだと大きくはない。この手でっこにセイントが存在すること自体大いなる趣味だ。冥界の風が吹き飛ばしてくれる。なんて激しく攻撃的なコスモなんだ。ゴールドセイントに勝るとも劣らない。今すぐ終わらせてくれるわ。ペガサス、グレイテスト、ラダマンティス、この俺の全てのコスモをお前にぶつけてやる。グレイテストモーション、こいつのしぶとさは。そういや、太陽ポセイドンの野望をくじ一回のブロンズセイントたちだったという話が。こいつが絶対にお前をオルフェの元へは行かせない。ペガサス、ユーティーテン、ユアさん、くそ、ユアさん、ウィナー、地上をお前らに支配されてたまるか。コスモが消えそうだ。今こそ見せてやる。俺にハム。ファイト。ギャラクティカイリュージョン。このアイアコスがお前を葬ってやる。三人まとめてかかってこなくて大丈夫。俺一人で十分すぎるほど。ミルク、ボスボスだけの様。スピードが出る。アイアコス。何を驚いてこれほどと。俺はまだ全然強くではない。さすが三巨頭といったところか。だが、ゴールドセイントも高速の剣を持っていることを忘れるな。ミルカ、ボシボシの砕ける弾を。まだ力を隠しているよ。あまり油断していると全力を出す前に倒してしまうぞ。思い上がるの。これほどと。ミルカ、ボシボシの砕ける弾を。ブロンズセイントごときの野望をくじかれた怖く。なぜこれほどまでの力。ミルカ、ボシボシの砕ける弾を。私も驚いている。己の欲望のために振るう剣で、正義のために振るう剣で、これほどまでに違いがあるとは。この程度か。終わりにする。このカノンの敵ではない。このカノンの真の力、存分に見せてやるぞ。ブラエイギャラクティカイリュージョン。どれや。その程度。ギャラクティカイリュージョン。ミルカ、ボシボシの砕ける様を。その程度か。ギャラクティカイリュージョン。ミルカ、ボシボシの砕ける様を。
おりゃ。見るか、ボスボスの砕ける様を。やらっしゃい、ユージオン。ウィナー、アテナに誓った忠誠の子、天罰かもしれん。小手調べが終冥界三拠点。ハーデス様の。ファイト。よかろう。らえ、望み通り相手をして。この天遊星ガルーダのアイアコスだな。おりゃ。おりゃ。強欲転生。まだいない。フェニックスというだけあって少しはしぶといよ。行け、くらえ。強欲転生。フェニックス、もはやお前の死は決定的だ。それでフェニックスを片付けたつもりか。かつてこのカノンもフェニックスと戦ったことがある。その度に起き上がってきたフェニックスの名のごとく、よみがえる度に強さを増してな。なるほど、たかがブロンズにこれほどの男がいるとは思わない。天章フェニックスの羽ばたきを受けろ。前の全身形を突破にしてやる。フェニックス天幕。バカな、これがどうした。俺のスピードをしのぐと。お前の攻撃のスピード、さっきたっぷりと見せる。お前を倒す。ウィナー、貴様の攻撃まで蚊がさす。一気、どうしたのです。諦めるなんて。立ち上がるのです。 あなたは希望、この地上に生きるすべての人たちの。あなたにはアテナのために負けはせぬ。ファイト。くらえ。この程度で俺を倒すことはできん。フェニックスは何度でも蘇るのだ。二度と蘇れないようにしてくれるわ。強欲転生。やらせたイリュージョン。まだ息がある。フェニックスというだけあって少しはしぶといよ。やらせたイリュージョン。フェニックス、もはやお前の死は決定的だ。お前の全身形をパッパにしてやる。それでフェニックスを片付けたつもりか。かつてこのカノンもフェニックスと戦ったことがある。やつはなら、その度に起き上がってきたフェニックスの名のごとく、よみがえる度に強さを増してな。おりゃ、強欲転生。遅すぎ。なるほど、たかがブロンズにこれほどの男がいるとは思わない。うわっ、くらえ。フェニックス、バカな、この男。ウィナー、貴様の攻撃まで。一気、どうして立ち上がるので。あなたは希望、この地上に生きるすべての人たちの。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。冥界三拠点。ハーデス様。
ファイト。よかろう。望み通り相手をしてやる。この天遊星ガルーダのアイアコスがな。おい、天将。おれや。おれや。まだ余裕がある。フェニックというだけあって少しはしぶといよ。フェニックよ、もはやお前の死は決して敵だ。お前の全神経をズタズタにしてやる。それでフェニックスを片付けたつもりか。かつてこのカノンにフェニックスと戦ったことがある。フェニックス幻魔君は何度倒されてもその度に起き上がってきた。フェニックスの名のごとく蘇る度に強さを増してな。フェニックス幻魔君、さあフェニックスの羽ばたきを受けろ。アイアコス、フェニックス。なるほど、たかがブロンズ。ウィナー、貴様の攻撃が。一騎、どうしたの？立ち上がるので、諦めてはいけません。負けてはいけません。あなたは希望、この地上に。アテナのために負けはせぬ。ファイト。いけ。なんだ、この程度で俺を倒すことはできん。フェニックスは何度でも蘇るのだ。二度と蘇れぬようにしてくれるわ。遅すぎ。なるほど、たかがブロンズにこれほどの男がいるとは思わなかった。バカな、フェニックス幻魔君の子。俺のスピードを忍ぶとは。お前の攻撃に、さっきたっぷりと見せ、お前の全神経をズタズタにしてやる。フェニックス幻魔君。勝者。肉体よりも精神を。俺フェニックス。貴様の死をもって償ってる。ウィナー。この程度の実力。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。コキュートスの氷地獄から脱出して駆けつけ、ようやくお前ま、ファイト。もはや貴様を侮りはしまい。このラダマントスに匹敵する力の持ち主としてカノン、全力で叩き潰す。油断につけ入ることはできん。これはそう簡単にいかないようだな。悪いが勝利を急がせるぞ、ラダマンティス。これで決着だと。冥界三巨頭をなめてもらっては困る。全力でかかってこい、カノン。俺の望みは全身全霊で挑んでくるお前に打ち勝つことだ。思ったより甘い男だな、ラダマンティス。ラダマンティス、これほどと。私たちの戦いもこれで最後だ。
この程度さらばだ。見るか、ボシボシの砕ける様を。よくぞそこまで。敵ながら褒めてやるぞ、カノン。そういうことは勝利を収めてからいうものだ。敵ではない。落ちろ、時の狭間に。ゴールデントライアングル。なるほど。ウィナー、いい加減で悟れ。ありがたい。僕がやらなきゃいけないんだ。バカめ。ファイト。諦めないでください。ここから先へ行けば、あなたの仲間で降りらない。それで脅しているつもりか。このミーノスも甘く見られているのだ。先ほどまでハーデス様であった顔に傷をつけるのは忍び。一瞬で殺してやるからおとなしくしていたまえ。守れジェイヨン。その程度の実力でこのミーノスと張り合おうなど、ただ軍師に値するぞ。強い足場の機能が手に取る。だけどここを通すわけにはいかない。そこまでに嘆きの壁から感じるこのコスモは何だ。手にそこをどけ。なんて鋭い殺気を放つ人なんだ。少しでも気を抜けばやられる。ウィナー。スペクターといえど本当の力を出してしまった。出せぬ。ファイト。オケーキグナス。聖夜たちがエリシオンに着くまでおとなしくしていてもらおうか。その程度ですか。ダイヤモンド発動。行くぞミーナス。俺はお前を倒して必ずエリシオンへ行く。くらえ。これだけの闘気をぶつけてものともしないと。そこまでです。冥界サイト塔と謳われるだけある。まだわからんのか。君の闘気などこのミーノスには通用せん。その程度ですか。どうやら聖夜たち彼方まで遠ざかったような。そろそろ俺もエリシオンに行かせてもらうぜ。まさかペガサスたちがエリシオンに行く時間を稼ぐため、俺だと私の攻撃を受けていたというのか。ダイヤモンド。君にも死への踊りを踊らせてやろう。ウィナー。戦いは格ではなく同票がいくら集まってもセイントには無力。よし、今だ。
聖夜。何百億という光を超え、何千億という、コスモが燃えている限り、私の可愛い、はいと、しかし、お前のように取るに足りない存在が、あの元気の体と超次元まで超えて、このエリシオに、さあ、僕、ジムシだ、その奇跡。このエリシオは、神話の時代から一度たりとも離れたことのない、お前のようなセイントが土足で踏み荒らすと、死をもってしても償いきれん。まだまだ、これ以上ハーデス様のお力で騒がれた目障り、もはやたとえこの場のセイントの血で汚されよう、俺はお前を殺すぞ。どうしこしゃくしてやる、お前の体を跡形もなく消し飛ばしてやる。俺はまだ死ねない、俺にはまだやるべきことが。たかがブロンズセイントの役に、まばたき少しゃくのまれ、もういいの、腐ってくれる、仇の人も飽きたらぬ、抜けていく、ここで倒れるわけにはいかない、今こそ羽ばたけ、ペガサスの翼よ、神の力を。そこまでアテナを使ってきたことか、俺のコスモ、お前も死んでアテナの元へ行け。最後の力も抜けていくようだ、どうしてアテナ KO ウィナー、神とウジ虫の力の差が分かった。セイヤ、どうしたの、立ち上がるので、あなたは希望、この地上に生きる全ての人たちの、あなたには今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ、ファイト、まだ死ぬわけにはいかない、無駄なことを、お前にはもはや動く力も、調子に乗るな、このエリシオンは神話の時代から一度たりとも踏めたことのない蝶で、お前のようなセイントが土足で踏み荒らすとは、死をもってしても償いきれぬ、これ以上ハーデス様のお近くで騒がれて目障り、もはやたとえその場がセイントの血で踏み荒らすと、俺はお前を殺す、まだまだコシャクの前、お前の体を跡形もなく消し飛ばしてやる、コシャクの前、俺はまだ死ねない、俺にはまだやるべきことが、燃えろ、俺のコスモ、アテナのコスモの極みを満たせ、地獄の子ハンド、はいと、恨みを晴らしに来た、バーセラ、この剣にフェリックス、お前の剣によって遊ばれた人々の恨みが止まっている、バーセラだけど受けろ、タラト、調子に乗るな、おやっぱ隊長、俺は死を司る神だ、父死んだ奴らに恨みを受ける筋合いはない、
さあ、もげん地道ども。俺は神など信じぬか。僕の前のような邪悪な神を絶対に認めん。俺は認めん。お前は少しはやるようだ。だが、このタナトスを本気にさせたのはまずか。孤の前は。貴様のような宇宙人、神では傷つけることなく絶対に不可能だ。絶対に不可能。そんな言葉は聞き飽きた。俺は認めん。俺は何度も可能を本当にしてきたんだ。このタナトス、これがお前の水だと人間の力だ。人にしてやる。およし、天将調子に向かう。これは帝王ウィナー、フェニックスは何度でも蘇える。フェニックスを滅ぼすなど少子。アクエリアスよ。もう終わらせて。ファイト。テリブルプロビダンス。さあ、もげん地道ども。すぐそばにいるようだ。これならダイヤモンド。神の相手でも恐れはしない。ポセイドンも甘いね。のゴールドクロスを。テリブルプロビダンス。こいつらに勝利を与えたつもりになっている。今までは。そのゴールドクロスが常に勝利を導いている。オーロラサンダー。今度ばかりはそうはいかんぞ。ハーデス様の進化とは言う。俺は神くらい。今神の前どうした。ゴールドクロスなど万の援軍になるぞ。高まれバーテロのコスモ。空気、そして熱く燃えろ。この氷河に奇跡を起こせ。もうすぐ太陽は隠れない。地上は完全な闇。孔雀の前は。お前とお前の帰りを待つ。さあ、のげん地道だもん。死と共にな。どうした。俺は認める。氷河に力を。前、発狂よ。ダイヤモンドダスト。凍りつけ。ウィナー、負けるはずがない。俺は使徒とも。同票がいくら集まってもセイントには無力。ポセイドンの助力でエリシオンに出現したゴールドクロスを身にまとい、聖夜たちは再びタナトスに立ち向かった。今こそ燃え上がれ、ブロンズの。ファイト。クロスと共に力まで蘇ったようだ。ロッドクロスは限りなく神に近づいたのだ。所詮はクロス。神である俺が何を言ったのか。そこをどけ。タナトス、俺はアテナのクロスを届けなければいけないんだ。調子に乗るな。お前が生きるところはただ一つ。無限地獄と知っていよう。
忘れているようだ。これが神だという。仮に貴様が神と同じくらいまで登ったとしても、そこでようやく互角、会った気でいるのは大間違いというわけだ。なるほどな。わかったぜ、頼む。一瞬も気を緩めることなく、極限までコスモを高めてやる。お前より星に乗るな。誰よりも熱くな。これは認めん。仲を愛したける。これが見ろ、神の力。ドットクロット力。無限地獄へ落ちるがいい。テリブルプロビデンス。うわあ。消え失せろ、ウジ娘。全ては終わりに近づいている。そうだ、人間が神を倒すなどありえん。あってはならんの。せいや、くらえ、俺の最後の技。俺は認めん。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。ちょっと手加減しすぎたかな。バカな神である俺が人間に敗れるなんて。やったついにタナトスを倒したぞ。タナトスめ、相手を見くびるからそういうことになるのだ。今こそ燃え上がる。このヒプノス、ファイト。どけ！ヒプノス！どかなきゃお前も倒して通れるまでだ！止まってみえぞ。私はお前を見くびりはしない。さあ、永遠の眠りについてもらうぞ、ペガサス。くっそ。面白い。教えておくが、このヒプノス、単純なタナトスとはわけが違うぞ。死は全てを無にする。程度眠りは何者をも破壊しておく。このヒプノス、乱暴な死というものは好まぬのだ。ゴッドクロスをまとったお前は、たとえ眠りにつかせても。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。ついにハーデス神殿にたどり着いた聖夜は、大神に囚われたアテナを救い出そうとする。だが大神ゼウスの雷を持ってしても破壊できないという大神は、ゴッドクロスをまとった聖夜の攻撃さえ受け付けない。起死回生の望みをかけ、聖夜は神話の時代より棺で眠り続けるハーデスの肉体を倒そうとする。自分の美しい肉体が傷つくことを何よりも嫌うハーデスは、真の肉体をもってついに復活するのだった。お前がハーデス、なんて美しい瞳の。今こそ燃え上がれ。
天に唾する愚かな。はいっと。はっ。何のと火の光を見ることはない。俺は貴様を神などと認めない。俺の命についてコスモ、全てを親に尽くせ。ハーデス、お前を撃つ。そこをどけ、セイントよ。大亀の中のアテナ、死にきれずに苦しんでいるのがわからんか。不憫よ、よ自らの手で放棄して。アテナが死んでいないというのならなおさらのこと。アテナは絶対に殺させませんないぞ。目を覚ましてくれアテナ。俺がハーデスを倒すから。だが、あの赤い罠目はもともと純白だ。あの赤は全て吸い上げたアテナの血。もはや助かるまい。おとなしく死を受け入れるがいい。この男まだバカな。一体何度の訓練を受けたと思った。みんな、俺のコスモの方が少し上だったようだな。まあまあだな。信じられん。まさかこんなものが余の体に傷を負わせるとは。そういえばこの男、そうだ、神話の時代に一度だけこのハーデスの肉体に傷をつけた男にそっくりではないか。確かあの時、ハーデス、アテナ、はいっと。これで二度と火の光を見ることはない。アテナ、さあここからは私が相手です。ハーデス、何、いけの、まさかあなたはこのハーデスの肉体を棺からおびき出すために自らヒクノスの手に委ねられ、その大亀に入っていたというのだ。聖なる者はいつか死ぬ。いつかは必ず死というものに支配。金罰が下りますよ。安らかな眠りにつきなさい。はぁ、あ、全て無に帰するのです。愛を知りなさい。こしゃくな。アテナ、愚か。コスモよ、あなたは神なのだ。なのになぜそうまで愚かな人間のために戦うのだ。違う、あなたが思うほど人間は愚かではありません。待てなよ、あなたとの戦いは決着の時が来たようだな。聖夜たちが力を合わせて届けてくれたアテナの血、このクロスにかけて負けるわけにはいきません。みんな、これ以上の戦いは無意味だ。聖夜、立ち上がるの。地上の平和のため、愛のため、あなたはアテナなの。ハーデス、愛を知らぬあなたに人を罰する資格はありません。はぁ、はいっと。えっ、アテナよ、まだ立ち上がるというのか。これまでに倒れていった多くの者たちのためにも、これしきでくじけるわけにはいきません。そこをどけ。これで二度と火の光を見ることはない。何、騒ぐな、
聖あるものはいつか死ぬ、いつかは必ず死ぬというものに支配される。抗うことなど誰にもできはしないのだ。何、まさかあなたはそのハーレスの肉体を棺からおびき出す自らヒプノスの手に委ねられ、その大がめに向かって悲しんだ。神なのだぞ。なのになぜそうまで愚かな人間のために戦うのだ。違います。あなたが思うほど人間は愚かではありません。人間ほど愚かな存在がある。だからこそ地獄が必要なのだ。悲しいな。重ねれば未来永劫の苦しみがあると教えねばならんのだ。それはあなたの傲慢というものです。神罰が下ります。安らかな眠りにつきなさい。はあ、すべて無に帰するのです。悪く思わないでください。愛を知りなさい。聖たちが力を合わせて届けてくれたアテナのクロス、このクロスにかけて、ニケの力、負けるわけにはいきません。ニケの力、悲しいね。この戦いでまた一つ、私はまだまだ力不足なんですね。一匹の虫も殺さず、一輪の花も摘まずに一生を終えられる人間が一人でもいるでしょうか。どんな善人でも悪行は犯してしまうものなのです。ならば人間はその存在が罪であろう。いいえ、それが生きていくということなのです。それらの罪は死によって全て清められるのではないでしょうか。なのに生前の罪を理由に人々を苦しめるなど。ハーデス、あなたは間違っています。人間をかばうあなたとは。ハーデス、たかがに、ファイト、騒ぐな、アテナ。何、もはやそれだけか。ならば愛など何の力にもならぬことを思い知って死ぬがいい。どうさせる、高まれ俺たちのコスモよ。アテナを、アテナを守るんだ。望みは全て断たれた。諦めなさい、ハーデス。もはやあなたの負けです。それで二度と日の光を見ることはない。決着はまだについておらん。アテナよ、あなたの胸にこの剣を突き立ててくれる。悲しいな。ニケの力、ニケの力、アテナ、僕のコスモ、アテナ、今こそ俺の全てをあなたに託す。望みは全て断たれた。ありがとう。なんだこの者たちの力。アテナ、ニケの力、俺のコスモをお渡しします。アテナ、俺たちのコスモ今こそ、その勝利の女神ニケの杖に。シル、今日は行きます。確かに受け取ります。何、飛び出した。愚かな、死んじゃう。死にたくないの彼らのコスモが
このハーデスを発するとは。これこそが人間が持つ偉大な力、命の源から湧き上がってくる愛の力。愛の力を知るのです、ハーデス。愛の力の弱み認めるのです。帝王ウィナー、アテナイ、あなたもすっかり聖夜立ち上がるのに、地上の平和のため、あなたはアテナなのよ。ハーデス、愛を知らぬあなたに討伐する資格はありません。ファイト。えい、バカな。は、待てなよ。まだ戦えるというのか。悲しみます。は、それは何者にも負けることはないのです。は、それで二度と日の光を見ることはない。行きます。アテナ、僕のコスモ。アテナ、今こそ俺の全てをあなたに託す。死ぬ。何だ、この者たちのコスモ。神罰が下りますよ。安らかな眠りにつきなさい。はぁ、全て無に帰するのです。知りなさい。バカな、人間がようここまで苦しめるとは。悲しいな。ミナ、ハーデス、愛を知らぬあなたに人を罰する資格はありません。私にもコスモの何たるかが分かりました。ついにハーデスを打ち破ったぞ。見たか、セイヤ。僕たちは勝ったんだよ。死を統括するヨガ、神であるヨガ、この冥界において倒されるというのか。信じられぬ。だがこのハーデスが滅べば、ヨガ作り出したこの冥界も同時に消える。地獄もエリシオンも全て。アテナ、あなたたちもこの世界の崩壊に飲み込まれ、共に消滅せざるを得ないだろう。結局人間たちに完璧な勝利などありえぬということだ。アテナよ、あなたは神でありながら、一体いつになったら気づくのか。愛など人間が綺麗事で作り出した妄想に過ぎんということを。目に見えぬ愛など所詮何人も信じてはいないのだ。何人もな。ハーデス、私には聞こえるのです。愛のために身を燃やす人間たちの命の声が。それは喜びの歌、それは希望の光。
みんな帰りましょう、光ある世界へ、光あふれる素晴らしいこの世界へ。
を振り返る道でもおいでなさい。